私をどうしようってんだい。俺は一目でお前の体に惚れ込んでしまった。お前は私を、お前の肌は何百人に一人、いや何千人に一人という代物だ。俺が長い間探しあぐんでいた女の中の女の肌だ。お前は何をした。何をするんだ。死んだ。お嬢さん、早くお入り。帯締めてくれ。番頭さんはじめ店の者はもう寝たんだろ。はい、女中も下女もみんな。そりゃそうさ、私が早く寝るように言っといたんだから。しんど、支度はいいんだね。お金は私が持ってるから、当座のことなら困れしない。この財布ごとみんなお前に預けとくよ。あなたを連れて逃げ出すばかりか。お金まで盗んだとあっちゃもったいなくて罰が当たります。
私をかわがってくださる旦那様のことを思うと。今さら何を言ってんのさ。うちにいたらお前は私と一緒になれやしないじゃないか。私のお婿さんはもう決まってるんだよ。新藤、お前は主人の娘を慰め者にしていざとなったら捨ててしまうってのかい。いえ、そんな滅相もない。そんなら私を連れて逃げとくれ。今夜のような晩はまたとないんだよ。四谷のおばさんのうちに不幸があって、お父っつぁんもおっ母さんも夜明けでなきゃ戻ってきやしないんだから。新丼、ご性だからそんな湿っぽい顔しないでくれ。私はね、誰に気兼ねもしないでお前に可愛がってもらいたいんだよ。お前さえいてくれたら私は何にもいらない。新丼、抱いて、ちょっとだけ抱いて。死んだ。手が痛いよ。あんまり強く握らないでおくれ。お前は見かけによらず大層な力持ちだね。お嬢さん、旅をお履きになったら。私は素足が好きなんだよ。芸者みたいで粋じゃないか。あの金の値が嬉しい。のんきですね、おつうちゃん。まるで私たちは芝居の役者のようだ。ちょっとした道行きさ。おつうちゃん、お店へ戻りましょう。この雪じゃ権次さんの船宿へ着くまでに凍え死んでしまいますよ。また別な折に。逃げ切らない男だね、お前は。新藤、やっぱり私を捨てる気だろう。いや、そんなんな。分かったよ、さっさとお帰り。だけど私は戻らないよ。お前のためにお父っつぁんお母さんも捨てたんだ。そのお前に見放されて、おめおめて生きてられるもんかい。この丘に身を投げて死ぬんだ。お嬢さん、話しとくれ。私死ぬ、死ぬんだよ。ちょっと待っておくんなさい。死ぬと言われては申し方がない。覚悟を決めました。お嬢さんのおっしゃる通りにします。新助、承知しておくれ。さあ、お一つ。おかみさん、身内の人にも振る舞ってあげてくださいな。はいはい、切符のいいお嬢さんですね。死んだ。いや、小町娘のおつうちゃんと生きのいい新丼とが一軒のうちにお給仕してりゃこうなることに不思議やねえや。あたしゃ妙な性分でね、おめえさん方のような若え同士が苦労してるのを見ると一肌脱いでまとめてやりたくなっちまうんだ。本当にお前さん、妙な性分だよ。ゴンジさん、逃げてきたら引き受けるっていうお前さんの言葉を信じてきたんだよ。よし、私も長年お宅にお出入りして旦那の気心もよく分かってるんだ。ここは一番ぶつかって晴れて夫婦になれるようお頼み申してみましょう。私、この人と添い遂げられないくらいならいっそ死んでしまいたいの。私も船頭の権次だ。まあ大船に乗った気で話の方がつくまじゃなるだけ人目にかからねえように、ここでたーんとふざけたなさるといい。飼い犬に手を噛まれたとはこのことだ。泣くな。今日まで目をかけてやった恩も忘れて主人の娘をそそろかして逃げるとは、新助も恐ろしいやつだ。おつやもつやだ。まとまりかけた縁談をわしげにして一生の感動だ。それほど一緒になりたいものならさしてやってもいいんですから。バカなことを言うな。権次さん、あんたは顔も広いし何とか探し出してくださいな。
かしこまりました。何ね、広いようでも狭い江戸だ。必ず探し出してご覧に入れます。お礼は後で十分にしますからね。お願いしますよ。おつーちゃん、おつーちゃん、今日で10日になるのに、ゴンジさん何にも言ってくれないが。シンさん、くよくよしなさんな。ダメならダメでいいじゃないか。私はお前と毎日こうしてられて嬉しくて仕方がないんだよ。もう家なんて帰りたくない。本当に呆れてしまうね。飯も食べないで。お嬢さん、一日中くっついてちゃ毒ですよ。それじゃあ、お嬢さん早く帰っといで。新助さん、どこへ？お金が心細くなったから、かんざしを七夜運んでもらったんだよ。あらあら、お金でしたら用立てしますのに。ゴンジさんは？今日は朝から出かけたままなんですよ。あ、奥で面白い遊びが始まってるんだけど、退屈しのぎに覗いてみなすったら。姉さん、あと3本頼みます。あいよ。さて、さて、店長だ。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 ゴンジさん、ゴンジ、無礼だぞ。あなた、サンタ、船の支度はできたかい？はい。おつちゃん。なんだい？この船宿から出ましょう。こっから？なぜ？いつまでもゴンジさんの世話になっていた心苦しい。ダメならダメで、早く二人だけの所帯を持ちたいんだ。ゴンジなんかに気兼なんかいるもんか。勝手気ままに好きなことやってたらいいんだよ。
ごめんなすって。今親分が柳橋の川町って料理屋で、新助さん、あんたの親御さんと会ってらさるんだが。え、俺の？お前さんたちの話が片付きそうなんで、あっしと船で一緒に来てくれと言っていなさるんだ。あんた一人で大丈夫かい？私も行こうか。お嬢さん、一晩ぐらい新助さんと離れて体を休めたらどうです？さあ寝りやしょう。新助さん、親御さんを待たしちゃいけねえよ。新堂、なんだか気がかりだから、話がつこうとつくまいと、早く帰っといで。お嬢さん、うちの親分がついているんだ。妙な心配をすると笑われますよ。おう、出した。おう、新助さん、ご苦労。惜しかった。親父さん、今まで待ったなすったんだが、一足違いで買いなすった。ちょっと気温が遅かったな。親父は何と言ってました？主人の娘をそのかしたせがれのフラチは許しがたいが、もし万一駿河屋さんが許してくださるならば、せがれを婿に差し上げても構わねえ。こうものの分かった話な。どうだよ新助さん、親なんてものはありがてえじゃねえか。駿河屋の旦那様やおかみさんは？安心しねえ、その方も八九分通り片付いた。それじゃあ私たちは許してもらえるんですか？許してもらえるとも。おめえさんいずれは駿河屋の若主人、まいわいだ。一杯行こう。おいサンタ、俺急ぎのようで先に帰る。おめえ新助さんとゆっくりやってきな。どうもお世話になりまして。さあ新助さん、開けておくんなさい。なんだお前たち。足しばらく。ゴンジ、何すんだ。次出すんだ。お、え、急げ。え、新丼、祝い酒でだいぶ酔ったな。気分はどうだい？大丈夫です。足元は確かだろうな。え、いけねえ、消えちまやがった。サンタさん、どうしたんです？サンタさん、どこです？サンタさん、この酔っ払いめ！
サンタさん、サンタさん、どこです、サンタさん。バカ野郎、間抜け面もいい加減にしろい。親分に頼まれててめえを殺しに連れ出したんだ。お嬢しゃれ。どこへ連れてけつまったんだ。お前に会うまでは俺は捕まりたくねえ。徳兵衛さんいなさるか。え、先ほどよりお待ちかねで。かわいそうだ、取ってやってくれ。喉が渇いた、水だ。おい、水を持ってこい。え、
ついでにしごきも解いたらどうだい。お嬢さん、度胸がいいね。お前たちにとっちゃ、私は大事な品物だろ。傷をつけたら損じゃないか。これは恐れ入った。おつやさん、俺はな、この深川で一人家業と芸者をやってる徳兵衛ってもんだ。ゴンジさんからおめえさんの体買ったんだが、お察しの通り取って食おうと言うんじゃねえ。俺が磨きをかけてとびっきりいい女にしてあげようと思うのさ。この絵は面白い絵だ。美しい女が多くの男たちのむくろを足の下に踏んで、そいつらの血や油を肥やしに生き生きと栄えている絵だ。どうだ、この若い女がおめえに似ていると思わねえか。おい、見ろ。見るもんか。おめえにあまり似てるんで恐ろしいのか。話しとくれ。あ、おめえにそっくりのこの女をよく見ろ。この女のような芸者になれ。男という男を食い物にして俺を儲けさせてくれ。嫌なこった。いや、でも必ずそうなるようにお前の体に印をつけてやる。綺麗な見事な印をな。この清吉はな、ああ見えても江戸では一二を争う彫り物師だ。おめえの肌にどうしても針を刺してえと言ってるのさ。雲が動いて、苦しいだろう。雲がお前を抱きしめているんだ。
見ろ。鏡を見るんだ。お前の背中に女郎雲が生きてるだろう。この女郎雲は男という男を食い殺して、おめえの肥やしにするだろう。何しろこいつは俺が一生に一度魂を打ち込んだ雲だからな。俺の命だ。お前の命を私は吸い取ったんだね。誰よりも先にお前が私の肥やしになったんだね。いい君だ。新助、言っておめえ何をしたと。おっか、飯食わしてくれ。10日ほど前に駿河屋の旦那様がここへ来られただ。どうしておめえをお嬢さんなんか連れ出したと。心配のあまり寝たきりだつぞ。あと1年か2年したらのれんを分けて店を出してもらえるつとき、なんつことしてくれただ。中止の時から今日まで豪になった旦那さん、おめえは泥を投げつけたと。おっか、俺はお嬢さんが好きなんだ。罰当たりのこと言うな。身分が違う。おめえはでっち上がりの使われる身、向こうさんは大家のお嬢さんでねえか。主人の娘を傷者にしたおめえはもう一生浮かぶせがねえ。この土伏せえところでしじみや土壌を取って暮らすだ。おっか、役人は来なかったか。なんで役人が来る。何をやっただ。何にもしやしねえ。何をやったか知らねえが、どうせ捕まるんだ。捕まる前に自首しろ。何にもしやしねえったら。本当か。ああ。そんなら新助、お嬢様を連れてお店へ戻れ。ひょっとしたら旦那様許してくださるかもしれねえ。なあ、そうしろ。そうする。お嬢さんに会ったら、この格好じゃ歩けめえ。おめが来ると思って支度しといたの。さ、これを着ろ。お父さんが戻らうちに早く行け。会ったらどん
んな目に遭わされるか分かんねえぞ。新助、今が肝心な時だぞ。このままずるずるはまり込んでとんでもねえ悪になるな。おっか、もう会えねえ。なんで会えねえだ。体大事にしろ。達者でな。染吉という名で芸者に出て一月半も経たねえのにおめえの評判は呈したもんだ。芸が達者で利口もんで、その上深川一の器量よしと来ている。みんな大金を積んで女房か妾にしようとするが、金を巻き上げられるだけで手入れ物にできねえ。その金はみんなお前さんの懐へ入ったんだ。さぞかしご満足だろう。男を肥やしにしろとけしかけたのは俺だが、吉屋のお嬢さんがこうすぐ腕になるとは思わなかったぜ。大方背中の雲のせいだろうよ。雲のせいばかりじゃあるめえ。おめえは生まれつき男殺しの女だよ。何を言ってんだ。お前たち男が寄ってたかってこんな女にしたんじゃないか。私は敵を取ってるだけさ。呪い男を騙して金を絞るほど胸のすっことはないやね。俺もお前の肥やしになりたくなったよ。そんならお金を出し、今じゃお前さんの借金を返して自前の芸者になってんだからね。これを取っとけ。今日はダメだよ。これから権次の座敷出るんだから。権次？あんな悪党の相手なんかすることはねえ。あいつはな、お前をそそのかして駆け落ちさせ、お前の親父には江戸中探すとかなんとかうめえこと言って金を踏んだくれやった。しかもその上、今度は俺に大金で売りつけたのさ。仇のおめえがこうなったのみんなあいつのせいなんだぜ。だからせいぜい絞ってやるんだよ。染吉、俺前からおめえに首ったけなんだ。俺の目がけになってくれ。何を言ってんのさ。徳兵衛に私を売り渡したくせに。俺は女房のおたきがやきもち焼くし、徳兵衛にせつかれて仕方なく譲ったんだよ。そんな言い訳お前さんらしくないよ。悪人なら悪人らしく、本音を吐いたらどうなのさ。新助をおびき出して殺したのもお前さんだろ。俺は違う。俺じゃねえ。新助のやつは酔っ払ってサンタと喧嘩したあげく殺してずらがりやがったんだよ。あの肝っ玉の小さい新助に人を殺す度胸があるもんかい。そんなことはどうだっていいじゃねえか。権次さん、そんなに私が好きならお前さんのものになってもいいが、目がけは嫌だよ。
女房にしとくれ。ほっ、いいとも。お滝さんはどうすんだい。あの奴はいつだって届け出してやら。ねえ権次さん、いっそ面倒だから後腐れがないように殺したらどうなのさ。殺す？あんたも悪党だ。そのくらいの度胸はあったろう。殺してくれたらその場で女房になるよ。早いとこ片付けておしまい。ユリア、蕎麦屋になって江戸中の芸者屋を探し歩いたんだ。そうかい。さあおいで。お花ちゃん。はい。何を遠慮してんのさ。ここ私の家なんだよ。おかえりなさい。お前誰が来ても二三時留守だって言うんだよ。分かったね。はい。よく無事でいてくれたね。会いたかった。おつうちゃん、堪忍してくれ。俺はもうお前さんにそう言われるような身じゃない。汚れた体になっちまった。人を殺しちまったんだ。そんなことより新さん、久しぶりだ。いっぱいお酌しておくんな。お前に一目会ったらもう思い残すことはない。自首して出るか死ぬか、どっちかにしようと思ってるんだ。お前さんが死ぬって言うなら私も生きちゃいないけど。お前は相変わらず気が小さいね。サンタを殺さなかったらお前さんが殺されてるんだ。ねえ新助、バカ正直は今時流行らないよ。ここにいたら誰にも分かりゃしないさ。私はたっぷり貢いでお前さんに不自由はさせないつもりだよ。おつーちゃん、俺が自首したらすっぱりこんな家業から足洗って駿河屋の旦那様や奥様のところへ帰ってくれな。そうしてくれ。俺の今あの頼みだ。頼む。私はもう堅気の人間なんかには戻りたくはないね。芸者が好きなのか。娘の頃から嫌いじゃなかったよ。大地こんな体になっちゃう。戻ろうったって戻れやしないさ。私の背中を見てごらん。いつこんなもの。新さん、愛想が尽きたかい。お前はもう私に惚れちゃいないんだ。会うなり私を捨てて自首するとは少し薄情すぎやしないかい。そんな。もう会えないと思ったお前に会えて私はこの胸が張り裂けそうなんだよ。私はお前に自首なんかさせやしない。死ぬと言ったって死なせやしない。さあ抱いておくれ。おつって言っておくれ。会えて嬉しい。私は芸者にはなったけどお前の他に男を知らないんだから、本当本当可愛がっておくれ。自首した気はしてもいい。せめて二三日は私のそばにいておくれ。
前が恋しくて。しんすけ。おつーちゃん、ゴンジに何の用があるんだ。まあ、面白いものが見られるからついといで。佐伯氏か。そうだよ。ここだ。こっちへ入れ。今やっつけたところなんだ。畜生、骨折らせやがって。どんな顔してるかよく見せとくれ。後始末はどうするんだ。船に積んで沖に沈めらいいや。子分たちは一人残らず吉原遊びにやった。さあおつや、今夜から俺の女房になれ。ゴンジさん、私には新助さんという人がいるんだよ。気の毒だけどお前さんの言うことを聞くわけにはいかないね。あんな死ぬ子がなんだ。ふらふら出てきやがったら叩き殺してやる。誰か。何。助けて。こっち。しんすけ殿。お前さん、また人殺しをしたね。これで二人目だよ。新さん、しっかり押しよ。こいつら私を叩き打ってお前を殺そうとしたんだよ。夫婦ひとまとめにして敵を取ったのさ。いい君だよ。ついでにお金もいただいとこうじゃないか。お金さえ取りゃもう用はない。新さん、二人とも沖へ沈めておしまい。金を貸せ。五両ほど都合してくれ。小遣いくらいいつでもくれてやるが、ちったい商売に精を出したらどうだ。掘り物はやめた。何を言ってやる。おめえほどの腕を遊ばしとくのはもったいねえ。お通夜の女郎雲と来たらすげえ出来だ。あの女に乗り移って男どもを食い殺しちゃう。だからやめたんだ。二度と針は持ちたかねえ。おい、あの女郎雲に精も根も使い果たしたのか。
何もかも吸い取られてふぬけになったのかよ。そうじゃねえ、恐ろしくなったんだ。何を見てんだよ新さん。お前は二人も人を殺したんだ。うっかり自首なんかしたら三尺高い木の上で貼り付けになって、どてっぱらを槍でぶち抜かれるだけだよ。バカなことはやめて一生私のそばにいておくれ。いいね。お姉さん、お姉さん。なんだい。あの下に徳兵衛さんが見えてるんです。まだお休みかい。お天道様高いぜ。芸者勘用だからね、夜更かし朝寝はお決まりだよ。二階はお客さんかね。誰もいやしないさ。なんか用かい。色男でも超え込んだのか。色なんか作ったら背中の雲は泣くよ。まさか新助の野郎じゃねえだろうな。冗談はよしとくれ。新助で思い出した。権次とお滝の夫婦が揃って行方知れずになったそうだぞ。大方長年の悪事がバレて姿をくらましたんだろう。俺は新助がやったと睨んでるんだ。お前さん、用がないなら帰ってくれ。実は金がいるようでな、またちょいとでっかく稼がしてもらいてんだ。相手は旗本の芹沢の旦那だがな。またかい。まただ。いつもの手だ。惚れたと見せかけて奴のところへ逃げていく。そこへ例のごとく俺が踏み込んでせしめる。儲けは山分けだ。おめえさんも面白おかしく暮らすためには何かと金がいるだろ。俺もいる。なあ、その吉。町人どもがお前を物にしようと騒いでいるが、天下の旗本八百石の俺が負けたら武士の名折れだ。お前をぜひとも俺の物にしたい。どうだ、金ならある。顔も体もこの通り立派だ。俺の目掛けになれ。私一人の体なら今すぐにでも旦那にあげますけど。徳兵衛が文句を言うのか。あの男、借金を盾に年がら年中客を取らせますのさ。こう立て続けに稼がされちゃこっちの体がたまらない。はあ、ねえ旦那、私が可愛かったらどっかへしばらくかくまってくださいな。かくまう？息抜きがしたいんですよ、旦那のそばで。じゃあ俺の寺島村の寮に来るか。留守番の用人しかいねえから誰はばかることもねえ。いつ来る？今夜。早速だな。いけませんか？いや、急に家宝が舞い込んだんで戸惑ってるんだ。ではお約束。相手は旗本のお侍だ。お前たちの口車になんか乗るもんか。そこがこっちの腕さ。どうせ最後は腕ずくで自由にされるんだ。際どいところまで行かなきゃ金は絞れないよ。お侍をゆするなんて恐ろしい女になったな。新さん、筋書き通り行けば百両手に入る。その金を徳兵衛からかっぱらって上方へでもしばらくずらかろうじゃないか。知らない土地で面白おかしく暮らすんだよ。お前は二人も人を殺したんだ。ちったら度胸据えたらどうだい。
そうだ新さん、そんなに私の体が心配ならお前さん、箱屋の格好してさ、頃合いを見計らって寮へ迎えに来ておくれ。お前さんの箱屋きっとよく似合うよ。徳兵衛に見られた。バカだね、知られないように裏口から来るんだよ。お父っつぁん商売をしくじって店を潰すし、おっかさんはそれが元で煩うし、私さえ諦めれば親は助かるんだと思って徳兵衛に百両で体を売ったんですよ。なかなか高校もんだな。それにつけても徳兵衛に買われたのが身の不運で、この三年は泣いて暮らしましたよ。徳兵衛はそんなに悪いやつか。旦那、どうか哀れな私を助けてくださいな。つまり百両あればきれいな身になれるわけだな。それを徳兵衛に叩き返して一日も早く旦那のものになりたいんですよ。そうか、申し上げます。なんだ。徳兵衛と申す者がお会いしたいと申してまいりましたが。どうせ。私はどこへ隠れていましょう。その何度でも入るか。ごめんなすって。徳兵衛と申しまして、染め吉の親代わりをいたしておるもんでございます。夜分お邪魔して申し訳ございません。いや構わん。まあこっち入れ。清澤様、ご冗談なすっちゃいけませんよ。冗談？何のことだ。うちの染吉をどうなさるおつもりです？染吉、染吉がどうした？この寮に姿をくらましたのは分かっておりますんで。ここへ来た？染吉の体には何百両という金がかかっておるんですね。その足抜きの片棒を担がれては八百石のお家柄にかかりましょう。恐れながらと訴えて出りゃ旦那だって無事じゃ済みませんよ。ほほう、どうしたらいい。他ならねえ旦那のことだ。百両出していただけたら事を荒立てずおとなしく染吉を連れて帰りましょう。なるほど、よくわかった。やい徳兵衛、俺は女は好きだ。綺麗な女は特に好きだ。しかしな、おめえらの口車に乗せられて百両を語られるほどのんびりしちゃいねえ。染吉、出ろ。バレりゃもともとさ。なんだ、大層利口ぶった口を引きだけど、女に騙されて金を取られるようでなきゃ一人前の遊び人とは言えないよ。ケチな野郎め、百両ばかりの橋高根に目の色変えやがって。金が惜しけりゃ女に惚れんな。こら、狐とタヌキ、貴様らのような畜生は刀の汚れになるが手打ちにしてやる。覚悟しろ。抜きやがったな。何をしやがる。ふざけた真似をすると天下の旗本だって容赦しねえぞ。生意気な三品野郎め、徳兵衛やっちまえな。畜生をやりやがったな。
貴様らのようなウジ虫は叩き切るのが世のためだ。クソ待て、叩き切るぞ。休ませてくれ。腕と腿をやられた。畜生、どうするか見てやがれ。親分、大丈夫かい？ひどい血だよ。なに、こんな傷でくたばってたまるか。うちに帰って手当てをすりゃ、俺の命は助かるんだ。くそ、あの三人目。さあ、肩貸せ。起こしてくれ。どうしても蹴るんだ。こう血が出ちゃとってもいけねえ。うちまで持たねえよ。地獄で傷を縛れ。親分、いっそ私が楽にしてあげるから、人を思いにくたばっておしまい。何しゃんで。人を殺す癖がついちまった。恐ろしい。
その辺の田んぼの中うずめておしまい。分かったね。俺はもう生きてるのが嫌になった。俺はもう三人も人を殺してしまった。もうどうしようもねえ。おつちゃん、五条だから俺と一緒に死んでくれ。何を言ってんのさ。徳兵衛はね、無理やり私の体に妙なものを掘りつけて芸者にしたやつだよ。自分の体に針を刺されたらどんなに苦しいか、お前さん知ってんのか。殺して当たり前だ。あいつも私の背中のジョログモに食われたのさ。自業自得だよ。気にすることはないやね。ほら、毎晩殺したやつの夢を見るんだ。血だらけの顔や手足が目に浮かぶんだ。このままじゃ気違えんだ。死んだ方がいいんだ。寝言はよしとくれ。新さん、バカなことは言わずに、いっそ20人でも30人でも殺して、世の中をずぶとく生きる気になっておくれ。私は気の小さい男は嫌いだよ。お前はとんでもない女に会ったな。みんなジョロウグモのせいだろうよ。お姉さん。なんだい、入んな。あの辰巳屋さんからお座敷が。この昼日中にかい。はい、お客さんがぜひお姉さんをとおっしゃって。どうも遅くなって。まあ入んなさい。この間の晩は少々やりすぎた。勘弁してくれ。あれほどのことをする気はなかったんだ。徳兵衛はどうした。傷は大したことあるまい。手加減をしておいたからな。医者に手当てをさしたんで、じきに治るでしょうよ。ところで、お前にケチだと言われたんでは俺の男が廃る。今日改めて100両持ってきた。気持ちよく受け取ってもらいたい。いただけませんよ、こんな金。俺はどうしてもお前を目掛けにしたいんだ。とにかく受け取れ。私は旦那を騙した上、殺そうとしたんですよ。そのぐらいずぶとい女でなきゃ抱いても面白くねえ。旦那の目掛けになったら金を絞れるだけ絞り取りますよ。何しろ私は男を食い物にして生きる覚悟をしてるんだ。それでもいいんですか。いよいよ面白いな。金なんてケチなこと言わねえで、俺の寝首でも書いたらどうだい。どうせ男と女の間は殺し合いのようなもんだ。おい染吉、文句を言わず俺のものになれ。俺はお前に参ってるんだ。芹沢の旦那、私はあんたに惚れたよ。旦那、これから明日の朝までたっぷりと可愛がってくださいな。
何さ、びっくりするじゃないか。なぜ止まってきた。私は芸者だよ。お客をうまく操ろうとすればわざと酔いつぶれた真似をして止まるぐらいありがちのことさ。この金はどうしたんだ。ゆうべのお客がくれたんだよ。誰だ、百両も出す客は。芹沢さんさ。腹を立てた芹沢がなぜ金をくれた。どういう風の吹き回しか、お小遣いにしろってさ。気まぐれなお旗本だよ。おつーちゃん、芹沢と寝たな。あいつのものになったな。でなきゃ百両も出すはずがない。寝たらどうだってんだい。新さん、いくら私が凄腕でも口先だけじゃ金は絞れないよ。寝たって浮気じゃない。お前さんに楽をさせたいからだよ。ありがたいと思って黙っていたらどうなんだい。おつーちゃん、この百両で上方行こう。知らない土地で二人で静かに暮らそうじゃないか。ごめんだね、私は行かないよ。金を掴んだら行くって言ったのお前じゃないか。気が変わったのさ。芹沢のためにか。よしとくれ。それやきもちかい。上方行こうととも言わなきゃお前が承知しないじゃないか。私はお金がいるんだよ。おつーちゃん、俺たちはどうしたらいいんだ。もう昔の二人には戻れないのか。そうだね。年がら年中死ぬの、自首するの、死人の夢を見るの、陰気でメソメソしたお前にはほとほと愛想が尽きた。嫌いになったよ。大嫌いだ。もうこうなったら言ってしまうけど、私が体を任したのは芹沢さんだけじゃないんだよ。そうだったのか。なるほど、俺は間抜けだった。父さん、よくも今まで騙したな。いくらでも打ち上がれ。私はね、お前さんの推量通り芹沢さんに惚れてるんだ。大好きだよ。おつーちゃん、すまん。俺が悪かった。ひどいことをした。許してくれ。おつーちゃん、昔のように俺を一言好きだと言ってくれ。俺はおつーちゃんなしじゃ生きられないんだ。しとくれ。気持ちが悪い。私の体に触れたら承知しないよ。お前なんかに触られたらゾッとするわ。罰が当たったんだ。旦那様裏切った罰が当たったんだ。俺なんか死ねばいいんだ。
花ちゃん、久しぶりだ。神田のおっかさんのとこへ遊びに行ってきな。でもお姉さんの支度が。俺が手伝うからいい。今夜泊まってきな。たまにはおっかさんに顔を見せて親孝行するもんだ。これは小遣いだ、取っときな。今日もまた芹沢の座敷へ行くのか。お父ちゃん、お願いだ、行かないでくれ。私は芸者の染吉だ。お前の指図じゃ受けないよ。どうしても行くのか。いくら頼んでもダメか。春だというのに雷様だね。俺は死ぬ、お前も死ね。新さん、惚れた女をお前殺すのかい。惚れてるから殺すんだ。俺と一緒に地獄へ行け。殺されたら私は本望だよ。さあ殺して、ひと思いにこの胸を刺しておくれ。
またやったな。清吉、いいとこへ来てくれたよ。この百両あげるから、新助の死骸の始末をしてくれ。引き受けよう。その代わり、俺の掘ったジョローグも一目見せてくれ。どんな姿で生きているか、この目で確かめたいんだ。いいとも。大勢の男の血を吸って生き生きとしてやる。これから何人食い殺すこったろう。もういいかい。その度に俺が人を殺してるような気がするんだ。寒いよ。もういいだろう。この子も生かしちゃおけねえんだ。勘弁してくれ。徳兵衛に頼まれてこんな入れ墨をした俺が悪かった。俺の命も死んだ。